はい、どうもこんにちは。 N スタジオのリュウです。ワンピースワールドシーカー続きやっていきます。第9話家族の絆、総局長に行こうとのことで、ここがもう総局長で、その前にミッションのあれがあります。やった。え、この後ろ姿サボじゃん。革命軍だ、革命軍が来てくれたぞ。おい、おう、あんた一人か。革命軍っていうぐらいだか、くらいだ。他のメンバーもどこかにいるんだろ。いや、今は俺だけだ。先遣隊のようなものとでも思ってくれ。一人で隊ってのも変だがな。ちょっと革命軍ってどういうこと。ああ、俺たちが呼んだんだ。彼らの力を借りて海軍からこの島を取り戻すためにな。それって海軍と戦うってこと。はあ、ジャンヌ、お前もこの島を昔の姿に戻したいって思ってるだろ。何言ってんの。もっと他に方法があるはずよ。誰も傷つかずに島を取り戻す方法が。なあ、盛り上がってるとこ悪いんだが。サボ、サボじゃねえか。サボルフィ、なんでお前がここに。革命軍の参謀総長がルフィのお兄さん。ああ、サバは俺の兄ちゃんだ。ねえ、ルフィからも頼んで、この島で戦争しないでほしいって。あいつらのリーダーはお前だろ。自分で頼めばいいじゃねえか。うん、そうだね、ルフィの言う通り。お願い、サバさん、もう少しだけ時間をください。今争ったりしてるけど、みんなできちんと話し合えばこの島はきっとやり直せる。だからお願いします。なんだ。俺をここに呼んだのはこの島のやつだ。悪いが、お前だけの言うことを聞いて帰るわけにはいかねえな。そんな、やれやれ。まあ待てって、俺もすぐに戦争を始めようってわけじゃない。まずは先遣隊としてこの島の調査に来たんだ。この島には良くない噂もあるしな。噂？ああそうだ。この島、表向きは海軍が統治する島だが、裏では武器の密売が行われ、それが世界中の戦争で使われている。まさか、そんな。いや、裏の世界では有名な話だ。近いうちに戦争やジェルマ W6 とのでかい取引があるという情報も掴んでいる。サンジの家の奴らの島であったぞ。そうか。そうか、罠かとも思ってたんだが、これで少しは信憑性が出てきたな。とにかく俺はこの島の裏を確かめる必要がある。そして場合によっては介入することになる。まああくまで可能性の話だけどな。だがこの島の反海軍派には戦いによる海軍からの解放を望んでいる者がいることも確かだ。いずれ戦争が起こる可能性はあるんじゃないのか。それはジャンヌ、お前兄ちゃんに会いに行けよ。島のみんなで仲良くしてから協力してくれって。でも、うん、私もそうしたい。でも兄さん全然取り合ってくれないから。なぜなのかわからないけど。そうだな、俺はお前の兄さんのこと知らねえが、人には立場ってもんがある。それがある以上、本人の意思だけで行動することは本来許されることじゃない。だがそれを超える力が働くこともある。それが絆ってやつだ。絆？ああ、特に家族の絆はそう簡単に切れるもんじゃねえ。家族の絆。ルフィ、私もう一度兄さんに会いに行くわ。兄さんが何を考えているのか、何をしようとしているのか、今度こそ聞き出してくる。そっか、頑張るよジャンヌ。うん。ルフィ。さて、俺はそろそろ行くけど、あのジャンヌってやつちょっと危ういな。大事なことを一人で抱え込んで自滅しかねない。なあ、お前がそばにいるなら大丈夫か。おう、任せろ。頼もしいな。じゃあまたな、ルフィ。海軍拠点前に行こうか。いやあ、サボさん、サボが出てきたよ。使いたいよサボ。
海軍拠点前に行こうって言われたけど、結構遠いな。ここか。ほい、あと400メートルまで近づきましたと。サボ使いたいよ。ワンピースの中で一番好きなキャラなんだけどな。あいたー、撃ち抜かれた。よいしょ。中に入らなきゃいけないのか。あ、近づいたらよかったんか。お願い。お願い、一度でいいから兄さんと話をさせて。監獄長は多忙だ。お前に会う時間などない。いつもそればっかり。一体何の用事があるっていうの。答えられないの。なら直接聞くしかないわね。さあ、そこを通して。断る。お前には会わない。これが監獄長のご意志だ。ちょっと。どうして、どうして兄さんは私に会ってくれないの。おい。これ以上続けるつもりならお前を投獄する。これもまた監獄長のご意志だ。そんな、兄さんが。分かったら早く立ち去れ。アイザックの妹だな。誰。あれ、第9話終わっちゃった。今の声あれだよな。あいつ、ルッチ CP9 の。じゃあ今はサイファーポールか。 CP0 か。ルッチも出てくんの。くそ。間違いねえ。俺はこの目で見たんだ、ジャンヌがさらわれるところ。ジャンヌがそう簡単にさらわれるとは思わないけど。どうしよう。海賊の仕業かしら。こないだ港でうろうろしてるの見かけたわ。海軍派ってのは。海軍派のやつらかもしれねえ。あいつら海軍がついてるからって調子に乗りやがって。どうする、今こそあいつらと白黒つけるべきか。おい、ジャンヌをされたやつはどこに行った。ルフィ君、そいつら海軍基地から南へ向かったぞ。きっと水晶渓谷かな。場所なんて聞いてあなたどうするつもりなの。決まってるだろ、ジャンヌを助けに行く。ジル、ジャンヌが戻るまでこいつら勝手なことしねえよう見ててくれ。分かったわ、ジャンヌお願いね。下ここか。ファーストトラベルし、じゃあしたらこの範囲内にいるってことか。なんか頭抱えてる。おい、この先には行っちゃいかん。水晶剣が海軍の管轄だ。危ないぞ。そうなのか、でも行かなきゃならねえんだ。ふむ、何か訳ありのようだな。少し険しいが上の岩場を進むといい。下の道は海兵が見張ってるからな。分かった、ありがとう。ここか。登れないじゃん。ってことはそこから上の岩肌から。ああ、そういうことかな。こっち回って、いっぱい落ちてるのあるけど取りに行けないな。
なんかいる。あーこ海軍基地よっ。ああ失敗した。逆に下から行った方が安全じゃねえか。気がついたか。あなたは俺は闇の正義を遂行する世界政府のものだ。政府の？そんな人が私に何の用？お前に用はない。用があるのはお前の兄だ。兄さんに？だったら兄さんに直接会いに行けばいいでしょ。なんで私を？やつが素直に要求を受け入れるなら我々もそうするだろう。しかし俺の知る限りやつは、アイザックは計算高い男だ。その行動には必ず意図がある。それがわからない今、こちらも不用意には動けない。やつから情報を引き出すためお前には協力してもらう。直接会うことはなくともお前たちは血縁者だ。それなりには情があるとお前も信じているだろう。何？こんなことをして兄さんに何を聞こうっていうの？やつは数年前、島のあるものの調査を条件に政府の後ろ盾を得てこの島の監獄長となった。しかしつい最近やつからの報告は途切れた。いや、意図的に立ったというべきか。我々が求めているのはその報告の結論だ。兄さん、そのあるものって一体何？兄さんは一体何を？呆れたもんだ。察しの悪い女だな。いや、認めたくないだけか。お前も本当は気づいているんだろう。監獄長の仮面の裏に隠された兄の正体。兄さんの正体？もしかしてこの島で起こっている騒動や武器の密売には兄さんが関わってるの？おいおい、そんなのは奴の金策の一つに過ぎない。奴が関わっているのはこの島で最も危険なものだ。その存在をお前は知っているはずだ。まさかそれでダイナガン？あ、なんか押してる。ジュエル。え、ルッチとの戦闘じゃん、絶対。戦えるかな？ジャンヌー、鳩のやつ。ジャンヌをさらったのはお前か。麦わらのルフィ、なぜお前がこの島に？これもやつの策か。しかしこんな計算できないやつ、あの男が自らの計画に組み込むとは。うるせえ、ごちゃごちゃうるせえ。ジャンヌが一体何をした？何もしていない。しかしそれこそが罪だと言える。自分の兄のことさえ知らぬとは。せめて交渉の道具として役立ってもらおう。こいつは。ジャンヌは道具じゃねえ。今すぐジャンヌを離せ。鬱陶しい。断る。覚悟しろよ。おい、やっぱりルッチとの戦闘じゃん。いけるか？そんなにか？いや、絶対何か大技みたいなのがあるはずだ。あっ、当たるか。よし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 。手強いな。あ、いって。カミソリ。カミソリ。レッドホール。ちょっと離れる。これ開ける。さあ、そろそろあれだな、ちょっと溜めて。
地獄へ送ってやる。アンチだ。カミソリ乱却、外長乱却、外長乱却、外長。いや空中ずるいだろ。ソルカミソリ、うん、いて。クッソ、もうちょだったな。うっとうしい。来いよ、ルッチ。ちょっとテンションゲージを先貯めよう。当たらないかな、これ。当たった、当たった。ずるいって、乱客降りてこないんでしょ、どうせこの状態になっても。どこ行った。ミソリ、ミソリ、手強いな。ミソリ、ここで先使ってしまうか。戻れ。よっしゃ。間違った。よっしゃい、ルチ撃破。チ、我々の邪魔をするのか、麦わらのルフィ。これも奴の計画の一つとすれば、貴様と争うのは得策ではないな。ジャンヌ、大丈夫か？ありがとう。ありがとう、私は大丈夫。早くあの人を追いましょう。南の海岸の方へ向かったわ。分かった。第10話、兄の正体、メインミッション完了。そしてメインミッション11話、南の海岸に向かったルチに向かおうとことなので、これは次回の動画でやろうと思います。今回動画ここまで。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。では、またねー。